ご視聴ありがとうございます。大塚渡る改めトロピー大塚です。この前ですね、ちょっと名前を変えまして、トロピー大塚という名前になりましたので、皆さんぜひ覚えてください。詳細というか経緯については、動画別にありますので、こちらご覧ください。まあ、トモハッピーの方の動画なんですけど、はい、というわけで、まあ、アリーナデッキ案内、今回ですね、まあ、最近ですね、いや、アリーナって思うんですけど、結構強いカード多くないですか？なんか永遠神なんかは除去っても何回でも返ってくるし、なんかフレインズウォーカーもね、ボンバーアドバンテージ稼がれちゃいますし、なんか常在型能力でね、いろいろ制限もかけてくるしと、なんか1枚で簡単にマウント取られるっていうかね、でちょっと思ったんですよね。強いカードはバイバイじゃん、バイバイね、バイ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 。まずは初手、土地も十分にあり、成長の螺旋でマナブーストもしっかりできますね。キープします。さあ相手はギトゥの溶岩橋、中田続いて1マナで安土の稲妻からのショック、溶岩橋が2になって2ターン目してライフ13、分回りされてる。まあこっちも悪くないハンドなんで、しばらく耐えましょう。さあ鎖回し来ましたね。とりあえずは原爆の旋律でライフを削られないように溶岩橋奪っておきましょうか。追加の溶岩橋、ライフは5、こっちは2枚目の原爆の旋律でゴブリンの鎖回しを洗脳します。これ来ないでくれ。稲妻の一撃、もうダメか。そして追加の鎖回しでライフ1、ここは火力来ないことを祈って、世界を揺るがすものニッサですかね。次のターンはたくさん間をひねってハイドロイド混成体でライフを確保しましょう。さあ生き延びました。ニッサのプラスで土地をアンタップしながら計17、ハイドロイド混成体 X イコール8だ。これでとりあえずはしのげたか。さあ一手はビーアシードのグレンズ氏、再びライフも危険水域ですね。さあターン返ってきて計17、集団強制 X イコール3。上貴族 DRC の鎖回し全部いただきます。さあニッサプラスしてアタックは14点。さあ火力引くなよ、総力勝ちました。さあ2戦目、所定は土地もあり7クリーチャーもあり、キープします。こちらまずは培養ドロイド、しかしここは除去されますか。まあしばらくは様子見ですかね。相手は薬土師の岩式でドローを進めてきます。戦慄中の将軍ミリアナ、フルタップで出してきた。どうやらいい獲物が見つかったようですね。集団強制でそのリリアナいただいちゃいます。おっと2体目のリリアナ、とりあえずはこっちのリリアナを守って、これ結構面白いことができちゃいそう。まずは世界で揺るがすものニッサを出して
ジョアンタップ能力でマナが追加で出るから計6マナ陣地を超えるものウィン召喚と投了か。さすがに気持ちよすぎましたね。さあ洗脳シミックいかがでしたでしょうか。テキストこちらになります。序盤は樹上の草食獣や成長の螺旋培養ドロイドでマナを伸ばします。中盤以降は世界を揺るがすものニッサでさらなるマナ加速をしてハイドロイド混成体や集団強制にマナを注ぎ込んで一気にアドバンテージを稼ぎます。頭上の草食獣は土地を伸ばしつつブロッカーになってくれる優秀なクリーチャーです。タフネスが3なのに加えて到達までついているので土地が伸びるまでの時間稼ぎをしっかりこなせます。そして世界を揺るがすものニッサ、これが本当に強い。森からマナが追加で出るので X マナの呪文がより強力になります。単体でも土地をクリーチャー化して盤面を作っていけるのが隙がなくていいですね。ただしクリーチャー化した土地を破壊されるのは要注意です。集団強制は唱えるとき大量のマナが必要なんですけれども決まったときの気持ちよさは半端ないです。闘争対戦のフェインゾーカーや永遠心の強さがですね証明されて大量に採用されだした今だからこそこのデッキは強いんじゃないかなと思います。まあ、戦列種の式みたいなデッキもありますからね、ぜひ組んでみてください。というわけで今回はここまでになります。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。